はい、どうもお疲れ様です。はい、新年明けましておめでとうございます。はい、さあ今日はねおしゃべりしてまいりますよ。はい、またね、これだけは言いたいみたいなところがありますんでね。はい、ちょっとそのなんていうかな、嘘も真実もない、俺が今思っとることをそのまま言っていこうということで、これ一つね、動画を撮ってみようということですね。はい、うん、そうですね、どこから喋ろうかというところなんですが、富山のお店で、ね、撮影ができなくなりましたと、ね、いろいろ規制が強化されたりいろいろありまして、撮影ができなくなりました。じゃあどうするかと、ね、私いろいろ考えました。はい、栃木、富山、千葉、東京と今日本に4店舗私が動画撮影やってもいいというお店があると、うん、であるならば富山がダメになった、まだ3つもあるということで、この3つどこかにね引っ越して、それでそのお店でジャグラー楽しんで、それを動画にして投稿してね、それで、負けても動画で負け分を補填するみたいな、そういう活動をねやっていこうと思ったんですが、一方でそのライターね、ちらっと言いましたけど、いわゆるそのなんだ交通費とか宿泊費とかいただくような形でのそのやってみようかなとも思いました。はい、その去年のね今頃ですか、もう動画やめますということで、全然自分で電話してもメールを出してもどこもいいですよっていうお店が全くなかったんで、ほんならもうね結構人だかりもできたり、いろんな方がねお店で自分で自分を見つけてなんか盛り上がるようになってきたんでね、お店の許可制にしようということで、いろいろ電話とかメールしたんですけれども、どこもダメっていうペケペケペケでね、もうほんならもうやめようと、ね、トラブル起きる前にやめとこうということで、やめますけれども、どっかないですかって声かけたら、今の4店舗、ね、富山、栃木、千葉、東京のお店が声かけていただいたと、はい、いうことで、まあ、活動継続ということになったんですが、なんや、富山のそのお店の方で、私に声をかけていただいた方が今も富山のお店にいないんですよ。別のお店でまあいらっしゃるということで、そのこれぐちゃぐちゃやな話が、はい、私は栃木県でやりますということをまあ発表しましたよね。発表する前にはやっぱ話し合いがあったんです。話し合いってことでもないので、いいですか、いいですよと、それだけでメールでポンポンと返ってきて、おっしゃみたいな、やったろうみたいな、その後にその富山のお店の方が私に岐阜県のお店でもやってもいいですよと、いつ来てやってもいいですよと、富山と同じスタイルでということをお話をいただいたんですね。これはもう参ったんですけれども、やはりね、私ね、そのね富山で私に声をかけていただいた方は俺もう本当にね、このねそのまあ恩義というか、恩義というかもう喜びというか感謝というか、うん、これをねこれなしにね今は語れないんですよ、俺の中では。これね本当に俺の中ででかいことでね、そのズブのど素人にやっても好きにやってくださいっていう、その腹をくくったその人の、私ねその人のためにね何もやらかさずに、口の悪い俺が一生懸命言葉を選んで今までやってきたんですよ。ね、どこもやっぱりそんなわけのわからないやつに動画撮影を認めようもんなら何をやってくれるかわからんということで、やっぱりこう敬遠したんでしょ。そこをなんかこう腹くくって、おいや好きにやってくれとこう言ってくれたこの喜び、それからまあ1年間ではないか、2月からまあ11月まででしたっけね、ね、10ヶ月ぐらいでしょうか、うまいことその大きな失敗もなく、まあ、小さな失敗もなかったでしょう、
うまくやってこれたなということで、本当にね、そこだけホッとしておるところなんですけれども、その方が岐阜県もでもいいですよっておっしゃっていただいた。また、はあ、また私のピンチにそうやって声をかけていただいてね、はあ、それはやはりその私の日頃のじゃない、これまでの活動がその、まあ、大丈夫ですよみたいな、そのなんだろうな、 OK の OK じゃなかったら声かけないでしょ、おそらくっていうか絶対厄介者には、はい、だからもうそれもやっぱ嬉しかったんで、どうしても断りたくなかったね。栃木県を拠点にして、まあ、千葉東京ならまだそんな分かる、岐阜県って言ったら、栃木県岐阜県って言ったら遠いね。やはりこうそういうのを見た時に、あ、この男はパチンコ屋から交通費とか宿泊費もらっとるんやろうなと、またそうやってコメント欄にたくさん書かれると思ったんでね、うん、やっぱこれは一つ言っておかんなあかんなっていうことで、私のねこの江田島ジャグラーチャンネル、いろんなところ行きました。愛知県も三重県も福岡県も行きました。東京も千葉も何回も行きました。パチンコ屋さんから私に何のそのなんだお金のやり取りはないんですね、これね。そこだけは俺はっきり否定したい。好き勝手まあ書く人もたくさんおるけど、分からなくもないんですけれどもね。だってそうやってやってる YouTube のチャンネルってたくさんあると思うんですよ。だからこの男もみたいな感じで思うかも分かりませんけれども、そこは俺強い信念を持ってそれやりたくないんですね、はい。たとえ遠くに行くにしたって、自分の交通費で、自分の軍資金で、自分の宿泊費で、それで用意どんで他のお客さんと一緒に大選び、なんちゅうかな、勝負、そこのステージじゃないな、スタンスは絶対俺で合わせたいと思うんです、はい。ただその動画撮影だけは認められる、撮るっていうのはちょっとフライングなのかも分からんけども、そこを許していただきたい。うん、まあ、そういうところがあります、はい。あ、そういうところっていうのはその一切そのお金の受け渡しはないんですね、これ。なぜそういうことができるか、はい、やはり動画の収益によって私のジャグラーチャンネルの活動はやっております、はい、これ全て、はい、ですから、今年も去年もか2018年も動画の収益が落ちてきた時にはちょっと一旦やめさせていただいて、何月だっけな、10月だっけ9月だっけ、また動画の収益がこうなってきて、ほんならこの行ってこなあかんと、俺にせっかく声かけていただいたお店ね、千葉県東京栃木県にあると、この行ってこなあかんということで、行ってきたっていう、うん、これね、あんまり視聴回数じゃないですね、動画の収益が多いとか少ないって。うん、めっちゃ紹介数がいい時も収益さっぱりの時もあったし、なんだろうな、本当に全然視聴回数いってなくても収益こんな時もあるし、これ一体何事なんでしょうかね、はい。そういったところで活動しておりまして、でもう去年の秋頃から9月10月頃からね、一時的なもんかと思ったら、今現在2019年1月現在非常にこれね、皆さん動画再生して広告出るでしょ、ほんだら私に結構なお金が入ってくるんですよ、これね、はい。でまあそういうのもあって、そんなね、やっぱりこうそういうのが結構あるんならまあその千葉にも東京にも行きたいし、でその岐阜県の方にも行きたいということなんですね、これ。分かっていただけますでしょうかね。理解できないと思うんですけれどもね、栃木県から岐阜県まで交通費、車で行くのはやめようとも新幹線で行ってこいと思いますんで、交通費もかかる、で宿泊費もかかると、そういったことがなぜできるのかと、そのお店からお金をいただかずに動画の収益でやるんです、はい。そこはねもうやらなくていいんじゃないのとか思う人もおるかも分かりませんけれども、違うんですよ。確かにえらい長くなると思うんですけど、確かにそのね
って泊まって動画撮って寝てまた帰ってくる、まあ1週間ぐらいかな。その間は他の動画は上げれないと。俺4つチャンネル持っとるけれどもね、で交通費もかかると。なんぼ動画で収益上がったってね、パチンコで負けたらそのまあいわゆる赤字になったり、あのパチンコで買っても交通費でね動画収益とチャラになるんじゃないかとか、そんな細かい話はどうだっていい、いいんですね。はい、そのね、やっぱりね、やはりそれにもまして、あの時俺が辞めるって言った時に声をかけていただいたね、その嬉しさっていうか、そこだけにして、そこだけのためにやっていこうと決めました。2019年1月から岐阜県のお店に関しては、はい、これ分かっていただけますでしょうかね。まあそのね、なんやろうな、そうお店が俺に対して金を払っとるとか、そういうのを広まると、ね、あの店はなんかあのしょうもないことで金使っとんなとか思われるのが俺嫌なんだよね。お店はビタ1も、払ってない、それにしたってそのね、YouTuber 枝島を呼ぶ店なんか嫌いだと思われたらそれはもうしょうがないけれども、だっていいって言われたんだもん。はい、そういうことで、1月からはね、今現在 YouTube 動画の収益が良いのでジャグラー活動が今後も続けていける、さらには東京、千葉、今度は岐阜県、富山県の代わりに岐阜県のお店をやっていけると、いう思いがしております。はい、これはもうこれが全てなんですね。はい、で当然動画収益がまたこうなったら、こんなも不安定ですよ YouTube なんていうものは。またこうなったらこれはもう中止させていただく、誠に申し訳ないですけれども、はい、いやそのそれはもうストップさせていただく、そういうもんなんですね。そういう変なチャンネルです、私のチャグラーチャンネルは。とにかくやはりね、何回も言いますけれども、本当にね、やはりあの時ね、俺自分で8社に電話メール出してなんとか動画撮影させてくださいとお願いしたけど全部ダメだったのよ。それでやっぱ声をかけていただいた4店舗の4人の皆様には、俺はもう本当にね、これね、感謝しかないんですね。やってやろう、もっと言うなればその反骨精神というか、俺を断ったお店の皆さんは、なんだろうな、ここまで言う必要もあるのかわからんけれども、まあそういうことですよ。何も俺はやらかさねえんだよと、なぜあの時断ったのみたいな、そういう反骨精神がやっぱり今でもあるかな、根に持つ性格なんでしょうか。はい、そういった思いで2019年からは岐阜県の店も行っていきます。はい、ね、1月これね、大変だと思うんですけれども、毎月続けていきたいと思ってます。1月、2月、3月と毎月千葉、東京、千葉、東京、岐阜、千葉、東京、岐阜みたいな感じで、はい、そんな思いで活動をしてまいりたいと思います。はい、以上で私がお話ししたかったことを終わります。はい、はい、一つ大事なこと言うの忘れてました。はい、ですね、私がこうお店に行って、私を見つけて声をかけていただいた方に枝島タオルというのをお配りしておりました。はい、でその、活動ですけれども、これを中心にさせていただきます。はい、これもね、なんとかこう続けていきたいとは思ったんですが、やはりこう岐阜県というところが新しく入って、やっぱりタオルがどれだけ1日出るのか分かりませんけれども、200枚ぐらいは用意しておこうと思うんです。やはり品切れにならないために、
そうするとやっぱ新幹線で200枚のタオル持って移動するって無理ですから、やっぱこう福岡県でやったみたいに宅急便で送らせていただくと。ほんで福岡県の時はほとんどなくなって、ちょっと段ボールの処分とか店の方にお願いしたり、そういったこともあったんですけれども、まあそのじゃあその岐阜県でタオルを送って余ったらまたそれタオル箱とか残ったものを持ってまた次のお店みたいなことになってくると、お店の方も受け取りとかなんかこうそういう ところでご迷惑をおかけすることになると思いましたし、でそのなんだろうな、まあちょっとこれはちょっと細かい話なんですけれども、まあ交通費とか宿泊費もかかる上でタオルも、まあ、200枚1枚150円なんで200枚も出んよね。100枚でだって1万5000円か、そのあたりはちょっとカットしていかなきゃいかんなと思った時に、ほんならこれ一律でタオルっていうのを、まあ、千葉東京は車で行こうと思ってるんですけど、タオルも無事に運べるんですけど、ほんなら千葉東京だけタオル配って岐阜県は配らんのかみたいな話になってくるとやっぱ難しいかなっていうことで、いろいろ総合的に判断してこれタオルの無料っていうか、無料でも有料でもタオルをお配りするという活動はこれね、2019年から中止にさせていただきたいと思います。はい、そこのところのね、ご理解を受けたまわりたいと、そのように思います。はい、以上です。